おはようございます。冒頭私からは1件です。今週の24日に東久留米市立新豊小学校にて学校再開後における授業その他の学校生活の様子を視察をしてまいりました。本来でしたらメディアの皆様にもご同行いただきたいという思いはありましたが、未だこういう状況でありますし、まあ、学校ということなので少人数での対応ということになりましたので、ご理解をいただきたいと思います。今後視察等を再開するにあたって、まあ、子どもじゃなくて大人の施設の場合はお声をかけたいと思いますので、またご同行いただければありがたいと思います。学校ではですね、換気に留意しながら机の間隔を空けて授業を行う様子や、休み時間の後や給食の前に手洗いをする様子、給食では机を消毒をし身体的距離に気をつけながら配膳をしたりする様子などを直接目にすることができました。また児童から質問を受けて私から文科省の仕事について説明するなどの交流機会もございました。今回は緊急事態宣言が解除された後では初めての学校視察でしたが、感染症に気をつけながらも子どもたちが元気に過ごす様子を目にすることができたと思っております。加えて文科省からのガイドラインを参考にしながら、市の教育委員会や学校現場がさまざまな工夫をしてですね、率直に申し上げて我々の期待以上のですね、しっかりとした取り組みをしているということを少し安心をしたところでございます。その他、市と学校から臨時休業中や学校再開後の学びの保障に関する取り組みなどについて伺うとともに、市長さんや教育長、校長など学校の関係者の皆さんとの意見交換を行いました。そうした皆様方との取り組みに心から敬意を表すとともに、文科省としても引き続き新型コロナウイルス感染症への対応に邁進していく思いを新たにしたところでございます。私からは以上です。ありがとうございます。管理者の日本テレビの久野村です。今日の会見にはインタースクールジャーナルさんも参加されています。よろしくお願いします。幹事から1点お伺いします。少人数学級についてです。義務標準法では40人とされていますが、政府の示している新しい生活様式には40人学級は多すぎるのではないか、20人、30人するべきではないかという声も上がっていますが、骨太の方針や来年度の概算要求に文科省としてどう臨むか、大臣の見解をお聞かせください。はい。身体的距離の確保につきましては、衛生管理マニュアルにおいて感染が一定程度収束し、感染拡大が見られない地域では、児童生徒との間隔を1メートルを目安に、学級内で最大限取ることとしており、合わせてそれぞれの施設の状況に応じて、頻繁に換気をするなど組み合わせをしていただきたいということをお願いしています。一方で今回のコロナウイルス感染症の教訓を踏まえ、どのような状況下においても子どもたちの学びを確実に保障をしていくことが大切だと思っております。このため感染症対策も含め、ポストコロナの新しい時代にふさわしい指導体制の在り方についてしっかり検討してまいりたいと思っております。たまたま視察をした学校は1学年すべて2クラスでございまして、結果として20数名で1クラスを編成してましたので、非常に間隔が取れてたんですけれど、ご指摘の通りですね、40人ということになりますと、実は今基準が74平米で全国の自治体にお願いしているんですけど、74平米であれば確かに40人を机を並べても1メートルの間隔はなんとか取れるんですけれど、旧基準が64平米でありまして、これ昭和48年以前の基準なんですけれど、自治体によってはですね、その新設校を作るときに古い学校とどうしても揃えてしまうという慣例がございましたので、割とその48平米の教室っていうのが多いんだそうです。そうしますとご指摘のように40人の机を入れて1メートルを確保するっていうのは難しいというふうになりますし、ギガスクール構想でですね、今年度中にすべての小中学生に1人1台パソコンあるいはタブレットが配布できる、そういう状況にございます。率直に申し上げて、今標準的に使っている64平米の教室で、今の机のサイズでパソコンを広げると教科書が置けなくなるということもありますから、ぜひ
ポストコロナの中で学校教育どうあるべきか、その40が多いか少ないかって議論だけに組みするんではなくてですね、どういう環境でこれからの学校運営をしっかりしていくか、そして今後万が一新たな感染症などが発生したときにできるだけ学校を閉鎖をしない可能性をしっかり探求していくことも大事だと思いますので、そんなことをしっかり検討していきたいなと思っております。ありがとうございました。各社さんお願いします。質問の際は社名と名前をお願いします。NHK の金沢です。見てありまして、岩手県の4つの市町村の教育委員会がですね、首都圏から転校してきた小中学生に対して2週間登校せず自宅待機を要請するというようなことがありました。これについて文科省の認識をお願いします。あともう1点ですね、夏の高校野球の地方大会が全国の都道府県で実施される見通しとなりました。また日本陸連の方でですね、リモートの大会の実施も行われるということになっています。これについての大臣の受け止めと、あと大学入試への活用の働きかけの現状について教えてください。はい、岩手県におきまして県外から転入生を自宅で2週間待機させる対応を取っていた市町村があったということについては、6月上旬にですね、報道機関から問い合わせを受け、文科省から速やかに岩手県の教育委員会を通じて状況の確認を行いました。その際、児童生徒の健康状態等に着目せず、県外からの転入者を一律に出席停止とする措置は適切ではない旨、岩手県の教育委員会に伝え、適切に対応いただくようお願いをしたところです。その後、6月22日に岩手県の教育委員会から関係する市町村教育委員会において同様の待機要請を行わないこととした旨、報告をいただいております。今回の対応については、感染は誰にでも起こりうるという認識を共有し、見えないウイルスへの不安などから、特定の人がですね、不利益を被ることがないような、しっかりとした対応を各教育委員会に丁寧にお願いしたいということを感じているところでございます。それから、高等学校の、硬式野球が、結果として全都道府県で何らかの形で実施をされるということになったことは承知をしております。プロ野球なども再開し、これから7月になると新しいガイドラインがスポーツや文化の面でも見直しをされるんだろうと思います。そうすると、観客を入れての大会というのも少しずつできるのではないかということを、期待をしております。9回までやらないで7回でという自治体もあれば、必ずしもトーナメントで最後までということでもないんで、その先の全国大会を設置するというのは残念ながら現段階では難しいと思いますけれども、いずれにしても高校野球に取り組んできた高校生たちが最後の夏をですね、一定のその成果をしっかり発揮できる機会を作っていただいたことは敬意を表したいと思います。また陸上につきましても、日本陸連がリモートでの開催選手権をやるということになりました。要は一箇所に集まらないで、それぞれの県で、行った成績を全国レベルでこう統合してランキングをつけるということなんですけど、これは例えば陸上競技場で言えば、1周2周3周という公認競技場の違いもありますし、アンツーカーのトラックもあればですね、いまだに土の県などもあるわけでありますから、そういう意味では若干環境が違うので、その結果を同じ公認記録とはいえ一律に並べて順位付けをするっていうのはどうなのかなという思いはあるんですけれど、しかしこれも私が心配してた今まで3年間の成果を何らかの形できちんと測ってくれということの大きな取り組みの一つだと思っておりますので、評価をしたいと思います。日本陸連の方には、国立競技場せっかく借りましたから使ってくださいということをお願いしているので、遠慮しないで GoTo キャンペーンと組み合わせて集まってもらえないかなという期待もあるんですけれど、それは陸連の判断に任せたいと思います。でいずれにしましても、今大学関係者とも話をしてまして、栄養入試やあるいは推薦入試で、こういったその県単位での取り組みをですね、全国レベルにいわゆる換算をした場合の全国大会に出れた可能性ですとか、そういったことをきちんと読み取りをしていただいて、例年の推薦試験以上に丁寧な対応で
こういった人たちの進路というものにもしっかり目を配っていただけるようにお願いをしているところでございます。どうぞ。教育新聞社の玉です。ありがとうございます。先ほど骨太の方針の話がちょっと出ましたけれども、7月の半ばに政府で成長戦略を始めることになると思うんですが、おととい自民党の文教部会でその成長戦略について文教政策での考え方というものについて議論があったと思います。でその中でいくつか論点があるんですけども、ICT 関連のですね、要因の配慮等もあるんですが、その中で一つはデジタル教科書の充実というのもはっきりと打ち出されておりました。デジタル教科書につきましては今のところ価格が高いとかいくつか問題点も指摘されておりますけれども、当然ギガスクールで1人1台が配布されましたらば、そのこれからはその中身が問題になってくると思いますので、そのデジタル教科書の整備についてどのようにお考えなのか、また予算措置等必要なものであれば文科省として考えていくお考えがあるのかどうか、そのあたりをお聞かせ願えないでしょうか。はい、学習者用のですね、デジタル教科書については令和元年度より紙の教科書に変えて使用できるようになっておりまして、文科省においてはデジタル教科書の効果影響等に関する実証研究事業を実施をしております。これは今ご指摘がありましたように、当初はギガスクール3年、まあ言うなら4年またぎで整備をする予定だったので、この中でしっかり、実証実験などをしていこうというふうに思ってたんですけれど、今年度末にはすべての小中学校に、端末が揃うということになります。この検証結果を踏まえてですね、一人一台端末環境をはじめとする ICT 環境整備の加速と合わせてさらなる普及促進を図るとともに、学びの充実の観点から使用する授業時数の基準ですとか学習者用のデジタル教科書の在り方などについてしっかり検討してまいりたいと思います。せっかく来年度以降はですね、デジタル環境が整った中での学校教育が始まりますから、ちょっと今までとはフェーズを変えて加速をして有効性などをしっかり確認をしていきたいと思いますし、その必要な予算措置については要求をしていきたいと思っています。どうぞ。毎日新聞の久保です。教員の働き方改革の関係で伺いたいなと思います。給特法の改正でですね、来年度から変形労働時間制を、各自治体の裁量によって導入することが可能になると思うんですが、この細かい制度設計を定めた省令等の決定が遅れていると思います。で自治体等にお話を聞きますと、その省令を受けてですね、条例を作って、それから関係団体とかですね、関係者との協議も必要であると導入向けで、そうなるとその来年度から来年度当初からの導入はかなりタイトなんじゃないかというようなことをおっしゃっている自治体かなりの数に上るんですが、この点大臣は来年からの導入というのは可能だというふうにお考えでしょうか。はい、臨時国会で給特法の改正を成立をさせていただきました。でこれはあくまで各自治体の選択制で、採用するかしないかということも含めて考えていただくことになっています。ご指摘のですね、本来省令についてもう少し早く決定をするべきだったんですけど、コロナの関係で会議が開けなかったもんですから、7月2日に改めて開催をしてご議論いただくこととなっており、その後速やかに省令等を制定する予定でおります。でその省令等を踏まえて来年4月からの本格導入に行おうとする地方公共団体においては、9月の議会に条例変更が間に合うようにしたいと思っております。したがって9月議会でですね、条例の変更すれば令和3年度からの年度当初からの実施というのは可能になると思います。いずれにしましてもこのコロナの事態で、率直に申し上げて夏休みなどを短縮してですね、その去年議論をした、言うならば未来像とは全く違う対応を学校現場の先生方には今年は取ってもらわなきゃならないことになると思います。でそのことは幸いに学校の先生方も覚悟して積極的な取り組みをしていただいておりますから、こういう緊急事態なので、今年は例外的にさまざまな取り組みをしていただきながらですね、来年正常化に戻れるとすれば、できるだけ早く各自治体が条例制定をして
運用に移行してもらいたいと思いますので、まあ、これは繰り返しになりますけど、自治体の判断がありますから、急いでやろうと、来年からやろうというところは、ぜひ、それぞれの県議会や市議会などで対応してもらいたいと思うし、まあ、こういう事態なので、ちょっともう少し時間を見ながらやりましょうということであれば、それはそれで良としたいというふうに思ってます。で、いずれにしても、やっぱりこの先生方って、なかなか時間では仕事が図りきれないんだなということが、今回のことでも、社会の皆さんが共有していただいたんだと思います。土曜日に出勤をすることも、学校や自治体によってはあると思いますし、夏休みは短縮、まあ、夏休みは勤務期間時間中ですから、休日出勤ではないんですけれど、そうは言っても、本来研修などに充てられる時間を、もうそのフルに授業をやらなきゃならないということになれば、一定の負担は生じるんだと思うんで、ここは全国の先生方にぜひ踏ん張ってもらって、頑張っていただいて、やっぱり先生という職業は大切だということをですね、社会全体で皆さんに見ていただく中で、新しい働き方や新しい給与制度に進んでいきたいなと思ってます。関連でもう一点伺いたいんですけど、今お話もあった通りですね、その感染症等があれば、その夏休みが短縮されるという可能性が、まあ、現実のものに今年度なってしまったということなんですが、今後また新規感染症等によって、その学級業が短縮されるという可能性が、まあ、今回のことであるなという認識をしたわけですけれども、まあ、そのことがかなり改めてその変形労働を導入する際の難しさというものをこう示したんじゃないかという意見もあるわけです。この点は大臣どう考えるでしょうか。そこは向きになって否定するつもりはないんですけれど、ただ、まあ、今まではですね、全くその時間管理がない中で、どんどん仕事が積み上がってきた数十年を考えれば、ここはある意味では先生方の働き方を変えていく大きな機会だと思います。ぜひコロナの後学校どうあるべきかっていう、そのハードソフト両面と合わせてですね、ぜひこの先生方が、まあ、やる気を持って、そして本来の職業である子どもたちと向き合う時間を十分確保できる学校運営ができるようなですね、体制づくりに力を入れていきたいなと思ってます。大臣、次の予定がありますので、簡潔にあと1問でお願いします。じゃあどうぞ。京都新聞国沢です。先日ユニクロのですね、柳井会長が、京都大学のですね、本庄先生と山中先生の、ね、研究に対して、50億円ずつ、まあ、寄付をされたんですが、新型コロナを含めてその研究に対するですね、民間のこういった寄付が動きが広がっていくことが、まあ、期待されるんですが、大臣はそのあたりどのように考えるでしょうか。コロナに限らず、科学技術に対して民間の皆さんがですね、寄付をしていただけるという文化が醸成されることは大変歓迎をしております。まあ、ただ逆にこのコロナで経済界の皆さんも非常に厳しい状況にあって、例えば文化振興のための基金を作りましたけれど、まあ、未だにその200万を超えないということでございまして、なかなか寄付が集まらないという状況も全国的にはきっとあるんだろうと思います。もちろん、こういった寄付文化というものをですね、世の中に必要なものに対して、あるいは世の中の豊かさに対して、経済的に頑張っている皆さんが寄付をするという文化を広げていきたいという思いを私大臣として持っておりますけれども、ここは、しばらく厳しい状況が続くんだと思います。いずれにしてもコロナにつきましては、しっかりとした感染拡大防止のための抗ウイルス剤ですとか、ワクチンの開発というものを急がなきゃなりません。そういう意味では科学分野の皆さんがしっかり十分な予算の中でしっかりとした研究をし、一日も早い成果を出していくことが大事だと思いますので、これはぜひ経済界の皆さんにも引き続き応援いただけるなら大いに歓迎したいと思っています。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。